キロヤマト、ガンダム、行きます。機動戦士ガンダムシードとは、2002年から全50話が放送された、21世紀のファーストガンダムと銘打たれたガンダムシリーズなのでおます。様々な要素をぶち込んだおかげというよりも、素敵すぎるキラ様劇場にファンはメロメロ。人の彼女はかっさらうわ、モビルスーツは奪うわ、関わった人の人生をめちゃくちゃにする様は盗賊さながら、主人公なのに盗賊適正な点では、魔法陣ぐるぐるの二家に匹敵したそうな。だからかどうかは知らんけど、ひょっとして三度目のシリーズかもあるかも、などと、世も末な噂も流れるお方なのでございます。嘘だー。でもねでもね、内容は、機動戦士ガンダムのオマージュが多かったりしたもんざいもん。古参のファンからはパクリが多い作品だと評価されたのだけどもね。良くも悪くも、話題が尽きないデンジャー突出しているシリーズだったのは間違いねえ。当時はかなりの人気だったりしたもんで、ガンプラもここに来て売り上げが伸び、バンダイさんも一安心ってところだったのでしたとさ。その通り。ランチャーストライクガンダムは、ストライクに、遠距離砲撃専用ストライカーパック、ランチャーストライカーを換装した状態のことを言うのだよ。この手のガンダムに多い緑色のガンダムちゃん。320mm 超高インパルス砲のアグニをメイン武装に、120mm 対艦バルカン砲や、350mm ガンランチャーを備えた複合兵装であるコンボエポンポットを右肩に装備し、遠距離砲撃戦に特化した仕様という、ミリタリーオタクが発狂しそうな世も末な言葉の雨嵐。まさに、言葉の暴力なんどすえ。そうだっけ？ちなみに、この乾燥形態は、破格の火力を持つ反面、エネルギー消費が激しく、稼働時間が短いのでおます。本来はだね、部隊の後方から、火力支援なり対艦攻撃なりを行うのが主な役割なのだけれどもね。アニメの序盤は、メビウスゼロやスカイグラスパーくらいしか使える機体がないもんで、仕方ねえんで、バリバリ前に出て戦ってたりした問題。出番も少なく、第3話ではキラ様が、ヘリオポリスコロニーにぶっとい穴っぽこを開けて、物のデカさを見せつけたりしたもんけっち。終盤ではムーノア兄貴が乗り込んで、これまた出番の少ないクルーゼ専用のゲイツと差しで戦い、ボコボコにされた挙句、キラ様のフリーダムに回収されたのでござりまする。ああこやこや。キットの値段は2200円。2003年3月に発売されたキットだよん。基本的に、先に発売された、100分の1エールストライクガンダムのストライクのパーツに、ランチャーストライカーのパーツをセットしたキットなのですよん。ガンダムシードに詳しいやつなら、ビームサーベルはエールストライカーについてるんで、このキットにはついてないのが当然と思うかもしれんけどね。パーツの構成上、ビームサーベル本体やビームの刃、ビームライフルにシールド、アーマーシュナイダーまでストライクと同じランナーについてるもんで、通常形態のストライクにもできる仕様なのですよ。パないねえ。てなわけで、武器は、ランチャーストライカーに加え、ビームライフルにシールド、ビームサーベルは2本、ビームの刃はクリアピンク成形なのですよ。アーマーシュナイダーも当然2本、ついでに、キラ様のミニフィギュアもついてやがるときたもんだい。そうかそうか、よかったね。どうなんだろうね。この時期はガンプラにミニフィギュアがついてることが多かったけども、こんなの需要があんのかとか思っていたものだよ本当にね。あえて言っとくけども、これもコストがかかってるからね。いやいや、こんな変な素材じゃなくてだね。通常のプラとかレジンとかだったら改造とかに使えるし、モデラー向けの集客要素だってわかるのよ。クエルん時の皆さんなんか、使いようがないんで味噌漬けにしちゃいましたよコンチクショウ。しかーし、こいつは、どう考えてもウィングの時みてえな腐女子がターゲットとしか思えねえ。あんときゃ、リオくんのガンダムを姉貴に作らされたとかの話題が聞かれたものだけど、シードん時は、全くそんな浮いた話は聞かなかったものなのよん。そうだそうだ、クリームそうだ。きっと内容としてはだね、ややディテールは甘めながらプロポーションは良好。稼働範囲はそれほど広くありやせん。合わせ目も目立つし、部分的には接着した方が良いだろねなんて思っちゃったりするくらいの普通のキットなんどすえ。注意すべきは、ランチャーストライカーのアームに ABS が使用されてるくらいですかいな。まあ、ガキンチョにも普通に組めると評判だったのは間違いないと思いやす。信じれ。当時はね、本当に本当に、ストライク絡みのキットはバカスカ売れてたのですよ。本当だよ。なんやかんやで、シリーズで一番売れたコレクションシリーズのストライクガンダムに始まり、ハイグレードのエールストライクも売り上げが好調だったのよん。となると、ハイグレードで、ランチャーやソードも欲しいと思うのが当然の心理なのだけれどもね。どういうわけか、ハイグレードじゃランチャーやソードも出なかったのよね。わけわかめ。ところがギッチョン。コレクションシリーズのランチャーやソードの解説書にはね、パーツを、ハイグレードのエールストライクのストライクに装着できますなんて意味不なことが書かれていたのよ。あいたたたー。これが2003年2月のこと。翌3月には、60分の1スケールのストライクガンダム、ストライカーウェポンシステムとだね、この100分の1ランチャーストライクガンダム、それに、100分の1ソードストライクガンダムが発売され、バンダイさんが、昇魂のたくましさを見せつけるパティーン。どういうこと？グレート、素晴らしい。さすがバンダイさんやってくれたぜ。どう考えても100分の1って選択しかねえじゃんかよアコギやね。目論み通り、100分の1ランチャーストライクガンダムや、ソードストライクガンダムも好評な売り上げを記録し、
ファンの熱意によって、次のガンダムシリーズに繋げることができたってわけなのよん。そんなバナナ。とにもかくにも、自分で買った。もしくは、親やじいちゃんばあちゃんに買ってもらったってやつは5万といるのにちげえねえ。時期的に、入学のお祝いなんて線が濃厚なのよ。そうなのよ。入学祝いのおもちゃなんてもんは、そうそう忘れたりしないものだからして。記憶の隅には必ずトラウマ。じゃねえや、良い思い出として記憶してるに違いないと思いやす。まさに、思い出のガンプラ。かれこれ、14年も前の今自分のことなのでしたとさ、ちゃんちゃん。なんのこっちゃ。